もう後半しっかりとまた100出そうね。今最初に出てるメンバー、いや俺たちこれだけのメンバーいるから、俺出せって言ってくれるメンバーがいるから、もうそこ信じて、新しく帰ってきたメンバーが絶対にパワーをもたらしてくれるから、そこ信じて思いっきりやり続ける、強度落とさない。相手出てくるからね、相手出てくるよ。じゃあそれに対して受け身になったら流れ一気に持ってかれるから、もう前半終わった、もう忘れて、もう一回上がった瞬間から俺たちのペース持ってこなきゃいけない、じゃあパワー出さなきゃいけない、その覚悟ね、覚悟、よし行こう。ご提示お願いします。飲食禁煙です。ナイス、はい、500円になります。あ、すいません、あんな500円お返しします。すいません、お待たせしました。はい、禁煙になります。ありがとうございます。じゃあ、すいません、お待たせ。禁煙です。
さあ、高木さん、
けない、頭かけしかけないよ。まずホームの千葉です。キーパーは鈴木亮太、そして、センターバック今日は前節負傷交代をしました佐々木に代わって新井一輝とキャプテンの鈴木大輔でセンターバックを組みます。右に高橋、左に日高、ダブルボランチ田口と三木、2列目右田中、中央風間、左ルルー、そして最前線は小森。対してアウェーの熊本です。キーパーは田代です。3バック阿部、江崎、黒木、そして中盤右大本、中央上村、左に今日は今季リーグ戦先発2試合目になります田辺が入っています。トップ下平川、そして前線には島村、竹本、松岡と並ぶ布陣です。前節からは2人、水曜日の天皇杯からは藤田のところが大本に。
ールの右でした。少し巻くような形ですかね。キッカー田口ニアに落としてきます、はい、ーキーパーパンチングです。今高橋が空いてたところですかね。お遠目からシュート、ー田中和樹ミドルシュートを狙ってきました。行きます熊本、こう一回当ててまた返したときにもう一回違う選手がね降りてきてボールを受けると、あうまいですね。この辺りはうまくスペースを使いながらパス回し、はい、風間から出てきた、ズル決定機右足よく止めました田代、まあ、コースを狙ったシュートだったと思いますけど田代もねしっかりとうまく構えてて、2人で競ってたんですね。多分阿部だと思うんですけど、はい、集中切らさずマークついてましたね。高い位置で風間折り返すダイレクト、クロスバーこぼれてきた、まだあります。決定機が立て続けに来ています千葉で、今の一連のプレーにも小林監督は拍手を送ってました。ただここはしっかりと島村も守備に戻ってました。いやー素晴らしい、失いません、アドバンテージを見てます、うん、収まったドゥドゥ、中には風間、その風間へ、風間から田中が出てくる、田中のシュート、ーサイドネット、まあ、ドゥドゥからこう風間ですよね。風間のこのパススピード見てください、はい、もう足元にピタッとねつけてますんで、しっかりとまた100出そうね、今最初に出てるメンバー、
いや俺だってこれだけのメンバーいるから、俺出せ俺出せって言ってくれるメンバーがいるから、もうそこ信じて、新しく帰ってきたメンバーが絶対にパワーをもたらしてくれるから、そこ信じて思いっきりやり続ける、やり続ける、やり続ける、強度落とさない、相手出てくるからね、相手出てくるよ。じゃあそれに対して受け身になったら流れ一気に持ってかれるから、もう前半終わった、前半終わった、もう忘れて忘れて、もう一回目が鳴った瞬間から俺たちのペース持ってこなきゃいけない、じゃあパワー出さなきゃいけない、その覚悟ね、覚悟、よし行こう、ミキ、あーうまい、ワンツー、二度のワンツー、ダブルタッチ、左足、小森がフィニッシュ。のこう縦パス出してからのイメージもねできてたと思いますし、本当はあそこでダブルタッチで返してシュートしたかったんでしょうね、多分ね。そうでしょうね、はい、前進、うん、大崎が行く、大崎シュート、ー素晴らしい、ナイスキーパー鈴木亮太。松岡中へ、島村右を使う、大本、大本中に仕掛ける、大本左足だ、おで
押し込んだ中でもう一回こうどう差し込むかですよね、ここでね。日高、中では選手が手を挙げています。クロスが入ってくる、田代こぼれている、折り返しシュートを合わせた、米倉。試合の終盤、試合が動きました。86分途中出場、米倉の得点、千葉先制。クロス、ファーサイド、押し込めない。年田が詰めてました。時間が長く続きましたけれども、86分途中出場、米倉のゴールで千葉リーグ戦3連勝、ホームでは5連勝ということになりました。
フェンジ、お疲れ様です。Vambora, vamos seguir, vamos Jaywan. Eu quero te seguir, eu sei, eu acho que eu vou Thank you.
ミスで3-0 だったところを相手に気を付かせてしまって今日入ったんで、本当にでもあんまり相手のチャンスがなくて、本当にスタメンのみんなと途中で出てくれたみんな、そしてここに出てる人がサポートしてくれたおかげで、自分はそんなに仕事なかったんで、本当にみんなね、みんなの頑張りに感謝です。まあ、ただまだこれから負けられない試合が続くので、また明日からみんなで頑張っていきましょう。